トレードはメンタルが10割、カイマです。今日は9月15日木曜日です。ちょっと事情があって小声で喋ってます。はい。で、今日のねマーケット早速見ていきたいんですけど、まず昨日に関しては、その一昨日のですね CPI 消費者物価指数が出て暴落して、そこから戻すのか、それともさらに下げるのかっていう場面だったんですけど、まあ基本持ち合いで株価指数は終わったかなという感じでしたね。で、僕は昨日ですね、昨日っていうのは水曜日なんですけど、ナスダックで1回トレードしてロスカットになりました。まあそのポイントはまた後で説明しますけど、為替も CPI でですね上に跳ねた後に、まあ、特に今のところ動きはないかなと、いうことですね。この大きな陽線を作った後は、まあこの出発点ですよね、ここを割ることはまだないかなという状況ですけど、まあ買いがだからどっちかというと買いが強いのかなと思いますね。ここから抜けて上に抜けていくパターンは十分あり得るかなと思うんですけど、形的にはまあこんなよくある、これですよね。これなんだっけな。ペナントを作ってるので、まあ、どっちかにブレイクアウトしていくだろうと、はい、いうふうに見てます。それまでは特に仕掛けるところはないかなと。というところですね。はい。だから、為替は今ちょっと落ち着いてきてるっていう状況なんですけど、原油、はい、原油金に関しても今、ちょっとボラが下がってきてるかなという印象ですね。形的にはですよね、これ原油の4時間足なんですけど、ここでリバースヘッド&ショルダー作って上に抜けそうではあるんですが、まあまだエネルギー貯めてる感じですよね。ただここのトレンドラインが効いてるので、これが機能してる限りはまあ買い優勢かなと。ただここで買うのはちょっとあんまりかなっていう、抜けてからですね、この今のレンジ帯を上に抜けて空間ができてからロングしていきたいなっていう感じには見えます。はい。で、金は弱いですね。はい。弱いですけど、まあボラがあんまないかなっていうとこと、これは冷足なんですけど、やっぱ最安値近辺なんで、こういうところってショートで突っ込んでいくと、どうしても買いがガンって入ってきた時に持ってかれちゃう局面ではあるので、で同時にサポートでもあるんですよね。ここってサポートでもあるんですよ。強い、ここ出発点として強い買いが以前こっからガーンって入ってきてるので、こっから反発してもおかしくない。だから売るんだったらやっぱ明確にここを抜けてから売りたいかなっていうので、金も特に今やるとこないかなっていう印象です。はい。まあ今日のね、指標発表、大事な小売売上高ですね、多分今日ね、木曜日、はい、が発表されるので、あれ、これですね、小売売上高が出るので、まあこれで動く可能性はあるかなと思います。はい。で、株価指数なんですけど、まあ弱いですね。で、昨日の動画で株価指数のそのとビックスの話をしたと思うんですけど、下げた割にはビックスは上がってないと。だそれは2つ考えられると。1つ目はまだ下げ幅が、下げ余地があるので、マーケット的には想定ないと思ってるか、想定の中か、それか、こっから戻していく、要は買いがまた入ってくるからビックスが上がってないのか、どっちかかなと思ってるんですけど、値動きを見る限りは上に行けないので、これ4時間です。はい。まあ戻してきてはいるけど弱いですよね、戻しが。ただ今日の小売売上高で一気にこれが戻してくる可能性もあるんですけど、今んとこは弱い、弱いかなと思います。はい。で、昨日ですね、ニューヨークのオープンの時に株価指数、ナスダックですね、僕がやってるのは、が
下げ渋ってたので、ロングしたんですが、ロスカットになりましたと、はい、いうことですね。で、どこをロングしたか、ちょっとね、説明したいと思います。で、これは、ここかな？うん。ここですね。ここの大きなバーン陰線が、これ5分足なんですけど、ナスダックのニューヨークのオープン、22時半ですね。で、そこからドーンってまたこれ下かなと。うん、下っていうのは、この大きな、俺、どこ行った？大きな、これだ。この下げの戻しからのもう一回下かなと思いきや、はい、下げ渋って、あれどこ行った？あ、ここですね。うん。買いがね、すごい入ってきたんですね。買いがめちゃくちゃこのゾーンは入ってくるなという印象。はい。だったので、ロング狙ってました。はい。で、この辺ですよね。この辺。この辺で、ああ、ようやくだいぶ買いが入ってきたなと、下に行けなくなってきたなっていう。あ、この辺かな。この辺だ。はい。この辺でロングしました。はい。で、ロングして、まあ一応動画撮っといたんですけど、こっからね、そこからの反転狙ってたんで、ロットは少なめに値幅を狙いに行ったんですが、まあ結果的にロスカットになったと。うん。で、この辺持ちこたえてたんですけど、2回ですね、下試して、買いが入ってきた。ああ、だから底値でだいぶ買い強いなと思ったので、で、ここで揉み始めました。で、ミドルに、ボリンジャーバンドの緑に乗っかり始めたんですね、この辺で。この辺でミドル、ああ、ミドルに反応し始めてるなというとこから、あ、これは、このパターンは、もしかしたら、もしかしての、こうからこういくやつじゃねというふうに僕は思ったわけですよ。うん、構造的にそうなるだろうと。買い強くなってるしなっていうことでロングしたんですけど、上まで行くけど、ヒゲでやっぱ引かされて、ローソク足実体で超えれないっていうのが続いて、まあ最終的に、ここでロスカットになりました。どこだ？線。はい。ここですね。このヒゲの下でロスカットになりました。これね、動画今、引かされてるとこなんですけど、ロスカット食らったのが、だこれね、何回も上に行ってまた戻されてっていうのを繰り返してたんですけど、まあ、ストップのとこまでね、とにかく待つことが大事、変にいじらないことが大事なんで、ずっと待ってたんですが、上に行かずに、はい、最後、落ちてきて、はい、一気にダーン下行かれて、あ、ここですね。12150.50。12、あ、ここですね。12150.50。ここでロスカット。はい。に、ダーンと。ここで一気に下まで行ったんですけど、もう一回やっぱ買いがここで入ってくる。相当ここのサポート強いなと。うん。で、次で抜けていった感じですね。はい。なので、まあ結果的に方向は合ってましたけど、うん。まあ、でもまあ、しょうがないかなと。うん。いうことですね。で、一つ気をつけるポイントとして、おとといみたいな、こう、めちゃくちゃ下げた日ですよね。もう一方方向に、とにかく下げまくった日の翌日っていうのは、方向感出にくい。すごいこう、チョッピーな、上に下に上に下にみたいな相場になりやすいので、やんなくてもいいかなっていうのは、思いますね。はい。僕はまあ、ただ、毎日やる派なので、狙っていったんですけど、はい。結果的に損切りでしたということですね。はい。で、その1回で終わりました。もう、方向感が、その後ロングするにしても、あんまりいい形にならなかったんで、これ抜けきらないんですよね。上に行っても抜けきらない。うん。どうしても、サポート、あ、レジスタンスか、を一気に突破するような買いが入ってこないんで、ロングは見送りました。はい。で、最終的に引けは固定、上がって引けたんですが、今ね、時間外。押収時間。やっぱね、落ちてきちゃってるんですよね。うん。だからやっぱ、買いが弱いなっていう、まあ、売りが強いのか、もしくは印象です。で、ビックスも上がってきてないので、もう一段下げるのかなという気もしてます。はい。なので、今日もし、
1時間。はい、これね。このレンジ加減、ここですね。抜いてくるようなら積極的に売りたいなと思ってますね。うん。はい。株価指数はそんなところです。で、ここ抜いてきてビックスがね、上がってくるかどうかが、見どころかなと思います。はい。で、マーケット、今日のマーケットはそんな感じなので、小売売上高ですね、9時半のを待つか、待って、どっちの方向行くかを見ていくって感じなんですけど、はい。今日のトレードのワンポイントアドバイス、ティップスは、トレードで一番最初にできれば、最初とは言わずとも、トレードしていく中で、やっぱり、最も乗り越えたい壁っていうのがあるわけですよね。で、それが何かっていうと、チャートを見てるときに追いかけたい、エントリーしたいっていう衝動ですよね。逃したくないっていう、そういう恐怖、不安を、これをやっぱりね、どうにかしていきたいっていうところなんですよ。これがのある限り、例えば1日単位とかで勝つ日は全然あると思うんですけど、ある程度分かってくると。継続してっていうのがね、難しくなってくるんですよ。で、例えば焦って、こうチャート見てて、値動き見てて、あ、取り逃したくないなと思って飛び乗るじゃないですか。で、たまたまそれでうまくいったとしても、どっかでやっぱね、引き算が起こるんですよ。そうやって焦って取ったものっていうのは、後々取られるんですよね。なので、トレードしていく中で、まずやっぱり最優先で乗り越えたいのは、チャートを見た時に自分からその値動きを見て引き寄せられちゃう。あ、入りたいな。今入らないともったいない気がする。取り逃しちゃう気がする。みたいな。そういう衝動をちゃんと認識して、で、それに飲まれないようにするっていうことをですね、ぜひやっていただきたいなと思うんですよね。で、その時にトレードの時だけだとちょっと足りないんですよね。その訓練って。トレードをしてる時間ってそんな長くないじゃないですか。だから日常からそういうトレーニングをしたいんですよ。で、どういうふうにするかっていうと、こう、もったいないなとか、損したくないなみたいな気持ちになる時ってあると思うんですよね。そういう時に、あえて逆をしてみるっていうことが重要です。だから僕はよく言うのは、車の運転。車の運転で、赤信号引っかかりたくないなみたいな。なんでかっていうと、損した気持ちになるからっていう人っているんですけど、これはトレードで負ける考え方なんですよ。別にいいんですよね。別に赤信号なんか引っかかったところで大して変わんないんですよ。時間とか。でもそれをなんかもったいないとか、損した気持ちになるっていう、この脳の回路が厄介ってことです。トレードの時に。なので、焦らない。そのね、焦るようなシチュエーションでも、そっちに引っ張られないっていうのを意識してほしいなと思います。だから電車も別に乗り遅れたっていいんですよ。1本2本とかね。多少遅れようがいいんですよ。明らかにね、遅刻はまずいかもしれないですけど、そういう自分が焦らされてんなっていう時、これは人間関係もそうですよね。なんか自分がマウント取られそうとかね。なんか相手のペースに飲まれそうとか、いろいろな時ってあると思うんですけど、その時ほど深呼吸して冷静に、自分の軸を折らずに曲げずにですよね、臨むっていうことがですね、日常のそういう意識がめっちゃ大事かなというふうに思います。なので、ぜひそれを意識して、トレードしてる時ももちろん意識して、日常からもそういうね、損したとかね、取り逃したとかね、執着みたいな、そういうのあんま気にしないように、ぜひやってみてください。これ効果絶大なので、ぜひやってみてください。はい。ということで、また明日の今日のマーケット動画でお会いしましょう。ありがとうございました。